皆さんこんにちは、マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はじゃん、スタバでの購入品を紹介していきたいと思います。でこの紹介の最後に今回新作で食べたものを写しているので、それをご覧ください。ではまず購入品から紹介します。こっちじゃなくてこっちの方が可愛いですね。はい、これはこんな感じで今限定のショッパーになります。ちょっと潰れちゃってんですけど、今回は購入したものを紹介します。で、スタバのマスキングテープがゲットしたくて早速初日に行ってきたんですけど、動画アップするの遅くなってすいません。ていうか紹介が遅れたって感じなんですけど、今撮ってるんですけど、はい、対象の商品を購入するとマスキングテープがもらえるということで、もうすごくね、もうない店舗もあるみたいで、あ、もう早くしなきゃと思って行ったんですけど、2種類しかなくて、マスキングテープ3種類あるんですけど2種類しかなかったです。まあでもいいかなと思います。で対象の商品を2つ買ったので紹介します。まずこちらがスターバックス折り紙、スターバックスクリスマスブレンドというものになります。折り紙ってどういう意味なんだろう。あ、こういう感じで、あー、こういう風にできるやつっていうことで折り紙っていうのかな、わかんないんですけど、こちらになります。こちらはですね、対象の商品だったので買いました。私はスタバのフラペチーノが好きなので、コーヒーとかは飲んだことないんですけど、フラペチーノの中にコーヒーとか入ってるのであれなんですけど、コーヒーだけでは飲んだことないんですけど、マスキングテープが欲しかったので買いました。でもこれはママとか家族に飲んでもらいます。でもまあ甘くして、なんか、ココアとなんかこれコーヒーとなんか入れたらダークモカチップフラペチーノができるみたいなのもなんか見たことあるので、これでできるかわかんない、多分できないのかな、わかんないけど、なんかとりあえず買いましたはい、でこちらも買いました。これもね同じ感じなんですけど、インスタントコーヒー、レギュラーコーヒー入りというものです。これもこんな感じで対象の商品だったので購入しました。これも飲んでもらいます。はい、でもらったマスキングテープがこちらの2つになります。マスキングテープがカンカンの中に入ってるので、このカンカンも使えていいですよね。開けてみたいと思います。もう1種類あって、それもすごく可愛いのでゲットしたかったですね。まあ、メルカリとかだったら売ってるかもしれないですけど、まあそこまでしてまではいいかなと思いますが、はい、こんな感じです。じゃあこちらから開けます。めっちゃ痒いここはい、こちらになります。いきます。じゃん、かわいい、こんな感じです。スタバ感はそんなにないですよね。なんかスタバのフラペチーノっぽくはない。質はどんな感じだろう。あ、こんな感じなんだ。あー、なるほど。なんかマスキングテープっていうより紙テープっぽい感じですね。なんか MT とかそういう感じの質とかとは全然違って、なんか普通のマスキングテープの素材じゃなくて紙テープ素材って感じで、質はちょっと私の好きな質かって言われたらそういうわけじゃないんですけど、やっぱり MT とかには比べたら全然なんか紙っぽい感じなんですけど、まあでも可愛いのでいいかなと思います。で次がこちらですね。これも可愛いです。カンカンが可愛いよね。なんか私こういうカンカン、ちっちゃいカンカンにクリップを入れたりとかしてお酒ファイルの使う時にそっから取ったりしてるんですけど、なんかホチキスの芯とかなんか細々としたもの入れるのにいいですよね。なんか紙のヘアゴムとか今も使ってるんですけど、ちっちゃい黒いヘアゴムとか入れるのにも良さそうかなと思います。これはねなんかすごい面白くて、なんか2個重ねると絵が重なるみたいな感じで載せてる人いましたね、インスタに。こんな感じ、分かりにくいよね、こういう、分かりにくいね。こんな感じ、ラブレター持ってるデザインとかめっちゃ可愛いですね。はい、こんな感じです。2つゲットしました。でももう1種類も本当に可愛かったの。ゲットされた方はいますか？よかったらコメント書いてください。で、ラズベリー味の
フラペチーノが出たのでそれを飲んできたんですけれども、それとあとは、新作のケーキと、あといつも食べてるバターミルクビスケットを頼んだんですけど、と私のすごくおすすめなのはバターミルクビスケットヒーティングホイップ&キャラメルソース追加で両方とも多めっていう風に頼むのをおすすめします。本当にそれ美味しくて、食べなかったら人生の半分損してるっていうレベルで、本当にもう食べなきゃ損するっていうレベルで本当に美味しいんですよ。なのでね、皆さん絶対に食べるべきです。本当にもう私が大好きっていうだけで、嫌いな人もいるかもしれないけど、でも本当に私のおすすめで、インスタの半分以上はそのバターミルクビスケットで埋まってるんじゃないかっていうほど、本当にそればっかりインスタに載せてるし、本当にそればっかり食べてるんですけど、とてもおすすめです。はい、皆さんもぜひぜひ食べてみてください。では新作の買ったものをムービーで撮ったので、それだけ追加してご覧ください。どうぞ。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。